今屋上に向かってます。のびちゃんがあそこにいますね。いたいた、のびちゃん、日向ぼっこしてますね。ここいいでしょう。風は来るし、危険はないし。のびちゃん、今日は11月11日、1のゾロ目ですね。今朝の8時半ですけども、朝晩かなり寒くなりましたけど、のびちゃん、昨日はのびちゃんですね、私のパソコンデスクの椅子の上でずっと寝てたみたいですね。夜しずかちゃんが私の布団の中に入ってきました。あっちの方見てください。あれ拡大すると、この富士山が、雪をかぶった富士山が見えてますね。すっかり雪化粧ですね、富士山。もう11月になったんで、当然ちゃ当然なんでしょうけど、綺麗ですね。のびちゃん、俺はもう今日出かけないといけないんだ。今ストレッチをやっててですね、週1回9時半から始まるんで、もう支度していかないといけないですね。のびちゃん、ちょっと後で家の中入れないといけないな。お母さんもなんか出かけるっつってたんで。